エディション1ってやつが限定車、うん、あ、エディション1ね、これはお疲れ様です。よし、昨日は激しい動画になりましたが、おお、なんだこれ。あ、お疲れです。お疲れです。何だろうお前。はい、クリスマス仕様ですねこれ。誰がやったのこれ。はい。何やったのお前。これクリスマス仕様ですよ。ペンキじゃねえの？これペンキです。誰がやったのこれ。はい。誰がやったの？僕らがやりました。もう次の日にきちっとレビューということで、今からベンツ2000万 S。です。アーマーゲン、またアーマーゲンちゃった AMG のレビューいきたいと思います。かっこいいなこれすごいっすよ。んガラス二重なんすよ。あ、マジよ。なんでなんで二重、なんでこれなんで二重なの。静か、そんだけしゃちょっとね社長、今日かっこいいやん。ちょっと乗っていい？だからこれはすごいね。これは本当にすごいわ。めちゃくちゃかっこよくない？ボタンの数がすごい。うん、こんなの乗っとったら女一殺しよう。これはかっこいいね。はあ、ちょっとエンジンかけていい？タカちゃん、俺。うわー、すごいすごいすごい。音がすごいね。チェギラベイビーチェギラベイビータコメーター見てもいいですか。タコメーター見てもいいですか。タコメーターかデジタルみたいな。え、絵だもん。液晶だもん。絵じゃないですか。うわぁ、すごい。ダウンマシンか。そう、まあほらね、最初の音はいいけど、すげえよ。音取れとる。音取れてますね。だって俺の顔揺れとるだろ。すげーベンツ。チキラベイビーやばっ、かっこええわこれは。あれはかっこええわ。あれ、うちの会社のやつになっちゃった。社用車です。社用車になっちゃった。ありがとうチキラベイビー。いいね。AMG アーマーゲンね、通称昭和の人はアーマーゲンって呼ぶ。AMG って言うのね。こうマフラーにもこうやってちゃんと。あ、そうだね。あ、ちょっとマフラーで音拾ってるじゃん。はい、後ろでね。うわ、すごっ。やばいっすね。ってよ、めちゃくちゃかっこいい。ロン30年ローンぐらいですか。30年いいだもん、まだ2000万とかな。すげえ、これはかっこいいよ、もう実際はね。え、すごいですね。俺映らないでいいんだけどね。視聴者怒るよ。馬映せやって。この黄色ヘルメットどうでもいいんだ。黄色ベイビー。これ LED ライトとかもこうやって中に埋め込まれてるんですもん ね。扉のこの うん、やらしいですよね。外側にないですもんね、内側に。あ、そういうこと。夜になったら光る。光るんじゃないですか。そういうこと。はい。あ、そういうことね。そういう気づかなかった。メルセデスベンツ書いてありますね、メルセデス。シートも前も取った。はい、後ろ。ウィンカー見たいですね。ブレーキ、ブレーキもそうです。ブレーキもかっこいいです。ちょっとウィンカー蹴るよ。おお、かっこいい。チカチカしてる。あ、クリスマスみたい。ジングルベン、ジングルベン、鈴が鳴る。すごい、かっこいいよ。ここも AMC ですね。なんかこのエディション1ってやつが限定車。あ、エディション1ね。これはチェギナベイベイ2。 あれなんかミッチみたい。これって素晴らしいですか。扉閉めると自動で上に上がるんですか。やっぱどういうこと。このピラーがないじゃないですか。どうなんでしょう。あ、多分閉めてだけどハンドルが動く。もう開けただけで、クラウンとかもさ、はい、エンジン切るとさ、はい、あれ社長、目が、多分目がハンドル動いたでしょ。動くでしょ。いや、扉閉めたらハンドル動いたよ。それ、廊下です。違う、本当に動いた。
マジこれ。はい。わからんもん。いや動いてて。ガラスは。ガラス上がりますよねこれ。ガラス開くと。ちょっと上がるんですよ。で開けるときも意味わかんない。下がるんですね。どういうこと意味わかんない。なんで？多分そのままやだと。開けたら開けたときに開くと。あ、開けた瞬間に下がるんですよ。あ、ガラスが割れんようにか。密着力が強すぎるもんね。そうか。密着力がすごすぎるって。すごいなこれ。もう何回だかわからん。危険だからね。ワーニング AMG なんでね。オートセレクティーだ。あ、危険ですよって。オートセレクティー。チェキラベイビー。危険ですよって。チェキラベイビー。はい。オートなんですか。セレクティー。ちょっとこれセキュリティですこれセキュリティ選んじゃったセキュリティよしじゃあこんな車買えようかな怖えなちょっと全体映ったしなんでうわー怖えわいいなーこんな車乗りたいなーいいわ憧れますねやっぱ職人は職人ってかもう男は憧れますねやっぱ俺は憧れるわ仕事頑張ったらね、はい、こういうの乗れるから、はい、俺は乗ってねえけどもっと頑張れば乗れるから社長で頑張れば乗れるからはい、はい、それでは、まあ、視聴者にとっては昨日は車クリスマス中にしたでしたねで今日は AMG S クラス、はい、AMG の S クラスのレビュー使い続けて皆様にお送りしましたがチャンネル登録といいねよろしくお願いしますこれ僕はあの友達の絵に多分今日から切られると思いますのであのチャンネル登録ぜひよろしくお願いします今日はありがとうございましたありがとうございましたゲイ